いや、今日天気ね、やばいです。まあ、昨日から予報にもあったんですけど、まあ、めちゃくちゃ大雪、大吹雪になるっていう予報があって、まあ、その通り今、やばい天気になってますね。めちゃくちゃね、風もね、そう、風がね、めちゃめちゃ強いらしいんですよ。それに雪も降ってるから、めっちゃなんか、横殴りの雪みたいな感じが、になってて、で、しかも視界不良でっていう感じで、めちゃくちゃ最悪の天気なんですが、普通に学校あるんで行かなきゃいけないっていう、あれですね。なんか、電車が、なんか、なんだっけな。結構本数減らしたりとか、あと自分の行くとこもなんか折り返し運転で運転したりとか、もう本当にね、人が少ないところだと運休になったり、してるんですよ。はい。まあ、自分の乗る電車はね、まあ、ちょっと残念なのかいいのかわかんないけど、まあ、普通に動いてくれてるんで、まあ、動いてるんですけど、まあ、電車もね、結構ね、影響が出るレベルの雪で、ほんとやばいな。こんな感じ、マジで。伝わるかな。本当にね、なんか、意外とカメラだとね、真っ白にホワイトアウトしてる、それも大変なことなんですけど、真っ白にホワイトアウトしてるだけに見えるかもしれませんが、めっちゃ小粒の雪がブワーって、今なんか下から上がってきてたりとかして、これ相当やばい天気だし、うわ、やべえな、これ本当に。なんかね、本当に吹雪すぎて前が見えないって。過酷すぎる天気だ、これは。やばいです。冬山登山みたいな。そんなレベルじゃない、これ。やったことないけど。ちなみに気温はマイナス2度で、強風注意報っていうかなんか、強風大雪注意報みたいなのが発令されてますね。待って、みるみる天気がやばくなったよな。これもう外に出るのが怖くなってきたレベルですよ。てかなんか、下から上に降ってるのは何？ 終わってる。やばいな。え、なにこれ？下から上に向かって吹いてんだけど。これ傘とかさしても、さ、下からブワーってくることでしょ？地獄じゃないですか、それ考えて。うわ、やば。っていうか、あそこの東北電力とかも、もう見えないレベルの吹雪ですよ。はい、ということで今日の朝食は、二色パン。チョコ&クリーム二色パンと、うわ、キッコーマンの豆乳いちご味です。ちょっと待って、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 待って。待って。これだんだんひどくなってる。ちょっと待って。もうもののね、今2分ぐらいで、もうあっちの東京電力とか、なんか iPhone の性能が良くて見えてますけど、肉眼ではもう全く見えないような感じになってて。ほらほらほら、もうこれわかりますよね、カメラでも。え、これやばくないですか？飛ばされそうっすよ。向かいのマンションももう見えにくくなってるし、もう、3軒向こうの家がもうね、見にくいですね。まあ、手前の家が、やっとはっきりも見えないくらいの。ガラスもやばい。こんなにね、ベランダが、幅があるのに、こんなガラスにこんな、吹き込んでるっていう。やばいな。やばいです。やば。ここも全部雪積もってる。これ。やば。あ、でも風弱まってた。よかった。強くなってきたもんね。やばい。靴失敗したな。ノースフェイスのブーツで買えばよかった。
なほどもやばいですね。全然除雪追いついてない感じです、やばい。てかマジで靴失敗したな。なんでブーツを履いてこなかったんだろう。出てから気づきましたけど、でも雪に濡れてたら多分すぐ乾くんで、まあいいかなと思うんですけど、でも朝窓から見てたよりはかなり弱いかも。あ、タイムラプス止め忘れてきたわまたやった。偶然っていうかめっちゃ白飛びしてる。はい、ということで帰ってきました。っていうのもまあこんだけ吹いてて、まあ、頑張って行ったんですけど、結局電車がね、いつも乗ってる7時台の電車がね運休になってて、でなんか8時の電車が動くみたいなことが放送で流れてたんですけど、なんかまあそれも動くか分からないし、なんかみんなこう一緒の電車に乗ってく人たちがもうみんなね帰るっていうことだったので、まあ帰ってきました。はい。ということで、まあ今日は一日ね、まあこんな雪でまあどこにも行けないんで、まあ家にいることになると思いますね。はい。まあ、っていうかまあ、その、まあ電車が動いたとして、学校に行けたとしても、帰りの足がなくなったら、まあそっちの方が困るよなっていう思って、まあそしたら行かない方が安全だよなっていうことで、まあ行かないことになりました。虹です。はい、ていうかその子ね、綺麗。私もていうかせっかくあれの休みになったのに天気がいいっていう。いやこれからまず今だけだよ多分そっか、明日まで大雪だって。本当だ、また来るよ。今ちょっと雲も来て、このお菓子はお菓子なんだろうね。前も一回もらってきたんだよ。何なんだろうこれ。パティスリー読めなかった。なんかこんな感じのもらいました。うまそう。じゃあいただきますよ。あ、うまっ。うん。なんか外がめっちゃ密度の高いクロワッサンみたいな感じで、中が普通になんかクリームなんだけど、菓子パンに入ってるようなクリームじゃなくて、本当にケーキに使われてる生クリームみたいなのが入ってます。美味しいね。そうだそうだ、これを買ってきたんだって。食べよう。ミスド、ミスタードーナツ。本当はねポンデリングが欲しかったんですけど、朝早すぎて何もなかったんで、オールドファッションの、チョコのやつとハニーのやつと、あとこのなんか、ハニーなんとかってやつもう一つ買ってきました。とりあえず、安定のこれいただきます。オールドファッションチョコ。やば。オリジナルカフェラテです。あ、うまっ。想像以上に美味しい。なんかねこれ今一見こう天気いいように見えるじゃないですか。でもねもう本当にこうものの数分とか経つとめちゃくちゃ朝のような吹雪になるんですよね。なんか昼間もなんかふと外見たら晴れてて、いやなんだよこれ普通になんかどっか出かけられるじゃんって思ったら、もうその数分後にはもうあの天気になってて、
で、また数十分後には晴れててみたいな。そんな感じの、もう不安定にも程があるような不安定さの天気だったんですけど、これまた多分、吹雪になりますよ。吹雪になる予感はしないんですけど、さっきの天気から見ると吹雪になりますね、これはね。いや、めちゃくちゃ不安定すぎる天気です。はい、まあ、ということでね、まあ、悲報なのか朗報なのかわかんないというか、僕に とっては朗報かもしれないですけど、明日もね、学校が休みになりましたっていうのもね、まあ、今日のうちね、それが決まったみたいですね。まあ、自分今日学校行けなかったのでわかんないですけど、まあ多分そのね、今日学校で多分明日休校にしようってことで決まったらしい、決まったと思うんですけど、今連絡っていうか、メッセージがあって休みだよっていうことでした。はい。まあでも、早めに分かるといいですよね。まあその駅に行って、電車がどうなるのかも分からず、学校もどうなるのか分からずっていうよりは、まあ先にね、知れたのは良かったですけど、もしかしたら明後日も休みになるみたいな可能性があるみたいなこと言われてたんですけど、まあそれはどうなるか分かんないですけど、明日は確定で休校みたいですというより、まあそのね、まあ、電車の人だけじゃなくて、だからもう、学校全体が休校だから、もう地元の人も休校っていう、地元の人っていうか、市内の人っていうか、徒歩で通ってる人もだから行かないような感じになるっていうことです、明日は。だからもっと天気悪くなるのかな。徒歩でもなかなかこう行動が難しいぐらい天気が悪くなるっていうことかもしれないんでね。まあそんな感じです。